はい、皆さん、今回ではですね、本日の動画なんですけども、本日はエイプルシスターズから動画をお送りしております。すいません、シャックリが出てるな、あ、これ伊藤頭メガネや来たー買うしかない。持ってるけど、もう俺持ってるけど買うしかない。はい、かわいい。どうですかこれ、めっちゃ可愛くない?ほら。本日はエイプルシスターズ何をするかって話なんですけども、まあ、エイプルシスターズではこのように試着室があるんですよ。使いたいのね、どうぞって感じで、こう中に入って、パシャで閉めて、はい、このように、試着室で、まあ、試着することができると。どうせならなんか買おうかな。よいしょっと。誰?明らかにやばい人になっちゃった、俺。俺今日この格好で動画撮るの?まあ、いっか。なんか誰?変な人いる。なんずっとここにいたってこと、この人。怒ってる、怖い、こいつ、誰、なんか見たことあんな、でも。ああルイアールだということでですね、エイプルシスターズにね、ルイアールというね、ゲーム実況者さんに来ていただきました。ありがとうございます。たちー今回はですね、まあ、一回ちょっと、ルイアールさん、試着室入ってください、一回。赤坂明、ああ、もう許せねえさあ、このように試着室に今、ルイアールさん入りました。試着室に入ったということで、ルイアールさんも見えないですよ、ルイアールさんの姿が。一回出てきていいですよ、一回大丈夫です、一回。あはは出てきた。で、今回何したいかっていうとですね、今からルイアールさんがね、試着室に入るんですけども、カメラを使って、こういう感じで、カメラを使って上向けば、試着室に入ってる様子が見れるんじゃないか。カメラを使って、試着室で着替えてるルイアールさんをね、覗きたいと思います。はい、覗かせていただこうかなと思います。ルイアールさん、よろしくお願いします。覗きます。じらじら。すいませんでした。それでは中に入ってください。はい、入りました。早速行きますよ、早速もう、覗かせていただきます、私。今、お着替え中なんでね。カメラで、ちょっと、行きますよ、覗かせていただきます。じゃあ、行きます、せーの、よいしょ。あれ、ちょっと、もっと角度変えるか、もっと角度変えて、よいしょ。あれ、あいついなくね。え、ルイアルさん姿が、見えない、ギリ、姿、見えない。ちょっと一回出てきて、この状態で出てきて、一回。いきなり現れた、いきなり現れたよね、今。なんか衣装変わってるし。もう一回、ちょっと待って、今ちょっとおかしかったよね。ちょっと待って、まあ、したんだけど。入ったよね。あれ?なんか今帽子消えたんだけど。もう一回で、ここに出てきて。いきなり現れたし。は?ちょっと嘘でしょ?え?入るでしょ?入って。消えた!入った瞬間にルイアールの姿が消えた。おお、急に。VR 登録してね。最後にめちゃくちゃ宣伝しやがった。